ちは、こんばんは。今日はですね、卵のサンドイッチ。もうふなぴーはね、卵が大好きなんですよ。それでですね、卵のね、見た目が違う、料理方法が違う、そういったサンドイッチを気になって気になってね、仕方ないのね、買ってまいりましたよ。こちらですね、セブンイレブンのね、だし巻き卵。ファミリーマートさんのね、ゆで卵ですね、こちらはね。でこちらがね、ローソンさんのカツトジのね、この卵ちゃんですね。こちらをね、実食していきたいと思います。イエーイ。はい、セブンイレブン七玉仕様卵焼きミックスサンド300円です。でこちらですね、ファミリーマートさんレアサンドエビカツと卵298円です。ローソンカツトジ明太ポテトサラダ三つ葉入りとなっております。397円ですね。はい、ではいただきます。では乾杯。チーズ。あー、今日のビールもうまいの。あ、こちらですね、セブンイレブンさんですね、卵焼き、こんな感じになってます。ピロン、こんな感じですね。なんかこんな感じです。卵焼きが入ってますね。そこへ持ってきて、ほら、マヨネーズがかかったサンダね、野菜です。いいっすね。じゃあちょっと卵だけをね、ちょっとね、食べたいと思います。あ、出汁がほのかに効いてる。ああ、あー、でもね、このトマト、さっきも見せたけど、このトマトがね、ちょっと酸味があるな。ちょっといっぺんに食べてみようかな。卵は和風の出汁で旨味もあって美味しいんだけど、そこへ持ってきてトマトのね、酸味がね、いきなりなんか和風から洋風に来ちゃったって感じですね。それで最後にね、からしマヨネーズがね、ちゃんとね、アクセントになってます。で、このね、野菜がいいですよ。野菜がちゃんとね、卵を盛り上げてくれてる。あ、そう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 、あのこれ七玉って言うじゃないですか。七玉って何よって話ですよね。セブンイレブンさんの指定農場で、あの育てられたあの鶏さんたちが産み落とした卵だそうですよ。うん、やっぱりね、ちょっと旨味とね、コクがある感じ。断面がね、すごい綺麗。このね、黄色い、本当に綺麗な黄色ですね。うん、コクがある。あのセブンイレブンさんで卵サンドってあるじゃないですか、あのゆで卵のね、その不安なんですよ。だから絶対これも美味しいんじゃないかと思って買ったんだけど、もうそんなのが美味しかったかな。割とね、思ったよりなんかさっぱりした感じですね。あのトマトソースとね、からしマヨネーズが本当にいいアクセントで、そこでハムとね、野菜がやっぱりボリュームを出してくれる感じですね。思ったよりなんかあっさりしてましたね。もっとしつこいかなと思ったんですけど。次はね、ファミリーマートさんですね。こちらですね、エビカツさんですね。どんなんでしょう、どんなんでしょう、これ。はい、こんな感じです。断面こんな感じです。はい、こちら卵ちゃんですね。はい、断面アップよ。はい、美味しそうですね。ね、はい、こんな感じです。はい、ファミリーマートさんですね。この半熟が憎い。ほら、ピカしてるでしょう。トロトロの半熟ですね。いただきます。ゆで卵だけかなと思ったんですけど、あのマヨネーズと細かく切った卵、ゆで卵ですね、それも一緒に入ってて驚きました。ボリュームありますね。甘みもあります、卵の。うん、酸をいってみますね。うん、やっぱりね、いつもね、エビカツ、あのエビのプリプリ感いいですね。
ソースもちゃんとついてて、一緒にいっちゃいましょうかね。あ、タルタルの感じなのかなと思いましたけど、卵がちゃんと主張してますね。うん、一緒に食べてて美味しい。卵がなんか主役になってますよ。意外なうまさ。タルタルよりも甘い感じです。子供が好きかもしれないということは、うなぴーも好きってことで、ほんと外から見るとね、ゆで卵だけかなと思ったんですけど、マヨネーズのね、卵もレタスもちゃんと引いといてくれてありがとうって感じです。美味しい。食べ応えがある。卵の最強さがわかる。ローソンのハットジ明太ポテトです。ハットジちゃん見てください。はい、こっちですね。こっちも見せちゃいますよ。どうでしょう。すごいですね。卵がすごい。ここを見てくれてもわかりますね。はい、次は明太ポテトです。いいでしょ。ほら、こんな感じ。こっちは無理かな。こっちしか見られないかな。あ、明太子がね、ちょっと見えるかな。こんな感じで入ってます。じゃーん、ですよ。卵のカツポジ、ね、卵いっちゃいますね。なんでちっちゃい声になっちゃったんでしょう。ちょっと卵だけ。あ、すごい弾力。カツのお出汁とね、玉ねぎが入ってて美味しい。うん、卵美味しい。出汁が効いてて美味しい。さすがにね、このカツのね、味がこう染みてるのかな。柔らかいけど噛み応えがある。確かにジューシーだわ。カツの卵美味しい。ちょっとだけ食べてみましょうかね。後から明太子が追っかけてくるね。最初、あ、ポテトサラダかと思ったら、ちゃんと明太子ついてきました。辛いっていうかしょっぱい感じかな。うん、合いますね。色、うん、じゃあちょっといっぺんに食べてみますかね。ね、大丈夫かな。さあ、これはこれはもうお口の中がね、カツ丼のね、定食になってますよ。カツ丼とね、この卵がね、ご飯の代わりにパン、それでサラダ、もう定食じゃないですか。これが一番ボリュームがあるかも。出汁が効いてますね。甘みもある。甘じょっぱい感じですね。あー、ビールが進みますよ。これはそのうちあれじゃないですか、カツ丼が出たから今度ね、うな丼とかやってくれたらいいな。すき焼き丼とかダメかな。よそさん、はい、実食しました。今回ですね、セブンイレブンさんとファミリーマートさんとローソンさんいただいてきたんですけれども、私としてはダントツ驚く美味しかったのは、パチパチパチ、ファミリーマートさん美味しかったです。卵の味もしっかりしてたし、二段仕込み、ゆで卵にまた卵、マヨネーズで和えた卵が入ってて、それとね、エビですよね。このエビのね、エビカツですか。これがね、合ってる。両方とも合ってる。もう、どっちが なっても困るみたいな。うん。これ美味しかったですよ、ファミリーマートさん。まあ、ローソンさんはね、やっぱりね、ガツンとくる感じですね、本当に。腹いっぱいになる感じ。うん。これ一個で、ね、本当に、さっきも言ったように、定食食べてるような感じですね。うん。で、卵も、玉ねぎが入ってて、甘みもあって、味もしっかりした卵で、これもグーでした。セブンイレブンさん、私ね、本当に卵のね、サンドは大好きなんですけど、ちょっとね、セブンイレブンさん、ちょっと残念だったかな。卵のね、色がすっごい綺麗なんですよ。なんでね、絶対一番美味しいのセブンだと思ったんですけど、セブンさんだと思ったんですけど、
ちょっと味がね薄いかな。卵のね旨味がいまいちちょっとこう伝わらない感じかな。そんな感じで終わらせていただきました。ご視聴ありがとうございました。ごちそうさまでございました。いや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 、ありがとうございました。また見てねー。